まずはですね、オールドメディアと SNS っていうのが、まあ、兵庫の県知事選とかでも問題になってて、はい、要するに SNS は嘘が多いと、はい、ネット番組も嘘ばっかりだと、はい、トラノモニュースなんか見てたらね、はい、こうバカになるぞと。普通に考えたらおかしいでしょ、はい、おかしいんだけど、おかしいことが書き換えられてやってる。私 GHQ の資料をね見ててね、面白いなと思ったのは、はい、大学がね赤くなりすぎて困ってるっていうのもね資料もあるんですよ、はい、その自分の師匠の学説を否定するようなことをしたらですね、はい、まあ、とんでもない大学に島流しにされるわけですよね、はい、私みたいにね共同通信は2022年8月15日に自民党の生稲参議院議員が靖国神社に参拝したと報じました。これに関し共同通信は25日夜、誤った報道でしたと訂正記事を配信しました。これですね、はい、何が問題かっていうと、はい、まずはですね、このオールドメディアと SNS っていうのが、まあ、兵庫の県知事選とかでも問題になってて、はい、で今ですね、オールドメディアの方はですね必死に、要するに SNS は嘘が多いと、はい、ネット番組も嘘ばっかりだと、虎ノ門ニュースなんか言ってたらね、はい、こうバカになるぞと、はい、いうようなね、こういうですね、こういうことをね言ってるわけですよ、はい、でところが、まず、はい、そのオールドメディアが嘘を言ってたと、まあ、これファクトですよ、はっきり言って、はい、でこれがね、まずは一つ目の問題なんですよ、はい、確かにね、SNS 嘘いっぱいありますよ、はい、でもじゃあオールドメディアは嘘を言わないのかって言ったら、そんなことなくてですね、はい、例えば従軍慰安婦のね、朝日新聞は訂正とかしましたけれども、実際に吉田誠二っていう人が韓国に行って、はい、軍隊使って工場を取り囲んでですね、貝殻工場だったかな、でそこにいる女の子をトラックに連行して強制連行しましたというようなことを言って、何にもね、調べることなくそのまんま報道して、世界では今でもその発言が真実とされてるわけですよ、はい、だから罪大きいんですよ、オールドメディア、ね、だからオールドメディアに対する批判が上がったっていうのは、まあこれはね当然のことだし、でもう一点はね、そもそも靖国神社に参拝するとかしないとかっていうことをですね、問題視してること自体がおかしいわけでして、いやむしろね、生稲さんっていう人はですね、なんかね謝罪したと、悪いことをねしたみたいな言い方してるでしょ。私はね、この人に詫びてほしいというふうに思うんですよ、生稲さんに。行かなくて申し訳ないというふうにですね、詫びていただきたいというふうに思いますね。で、佐渡の金山に韓国政府が来なかったと、来なくていいじゃないかと、はい、来たくないんだろうと、来なくてどうぞと、はい、なんでそうちゃんと言わないのかなと、うん、非常に疑問です。そうですね、この話ね、生稲、はい、さん、はい、タレントでしょ、はい、だから初めからね軽く見てるんですよね。で要するに何か見てるというのは報道側が、報道側が、だからね、はい、タレントで何もね分かってないのにね議員になって、で今度はね政府の要職についてと、はい、で初めからそこで批判的立場でやってるわけですよ、はい、そして外交を預かる大臣政務官になってるのに、その外交の中でも靖国問題なんていうのはね大変ナーバスなところがあるのに、うん、でそんなところに行って、で佐渡金山の話は、まあ、事実じゃないんだけど、韓国人労働者を連れてやってると韓国政府が言ってるわけですよ、はい、だから火に油を注ぐようなことをやって本当にバカかと、そういう、ね、文脈があるわけ、うん、 それでやってるわけね、うん、本当にそれがバカだな話なんだけど ね、はい、ところがそのネタ元が初めからガセだったというね、はい、一体何なんですかと。でもねこれね、そっくりさんとかがね、はい、みんなね来年の8月15日にね、はい、西田先生にね、あのそっくりさんとかですね、はい、鳩山幸雄さんにそっくりさんとかで、はい、もうねみんなね靖国神社に参拝したらね、はい、おいたいたいたとか ね、 あのふうに書いてね、そうなっちゃいますもんね。だって確認してないんですから、はい、だからそうするとね、これ報道すること自体がそもそもですよ、はい、国会議員によって信教の自由があるわけですよ、はい、でそれをいちいちですねここの神社に行ったとか言ってるわけですよ、はい、じゃあね例えば公明党の人がですね創価学会の行ってたと、毎日報道しますかと言ったらしないですよね、はい、なんでしないのと。今の政教分離っていうのは、はい、簡単に言うとですね、特定の宗教を肩入れしてね、ここだけ非課税にするとか、そういうのはできないと、はい、ただし宗教側は政治に口出していいんですよ、これ政教分離の原則としてね、はい、日本ではそういうふうになってるんですね。だから公明党があるっていうこと自体は政教分離に違反してないんですね、原則的に、はい、だけど靖国神社に行ったことだけをね
マスコミがやたらと叩くのは、これね、一宗教法人に対する弾圧なんですよ。だからこれはおかしな話だというふうに言わざるを得ないですね。もともとね、はい、今の法律で言うと岩田さんが言われた通りなんだけど、もともと国家神道という形でね、天皇陛下が神道の一番上の祭司さんでおられて、まあ、そういう価値観体系がね、はい、日本人の戦前の常識だったわけですよ、はい、で神話の時代からそういう価値観があって、それが例えば武士の時代にはお殿様と家来の関係になったり、それぞれの地域では家父長さん、お父さんと家庭の関係になったりね、要するに疑似的な形だけど、あれがまさに日本人の価値観 でそのことを教育直後なんかでもずっと言ってね、教えてきてるわけですよ。ところが教育直後、戦争に終わった後ね、それ廃棄させられて、でこれはもう教えたらいかんことになってるわけね。で例えば西部進先生やね、あの先生なんかの世代、昭和14年ぐらいだったら小学1年生だから教えられてない、だから教えられてる人ってね、うん、ほとんどいないわけ、はい、でそれで何が行ってきたかというと、そういう日本人の伝統的な価値観何もなしでずっと来てると。でプラス靖国に関して言えば、要するにあの戦争は東京裁判に裁かれてね、戦争犯罪だと、戦争犯罪した人が処刑しろということで、それを飲んだんですよ。でそれで実際問題、それをやったから、じゃあお前とこの国の占領はやめてやろう、はい、サンフランシスコ講和条約が結ばれることになったんですね。だからその時にアメリカ側に一方的にそういう条件を飲まされて占領が終わってるわけね、はい、でそもそもあの戦争は一体何だったのかっていえば、これは日本がね仕掛けたんだと、日本が一方的に侵略したんだということに東京裁判ではなってるけれども、しかしよく考えてみたらね、そもそも日本は江戸時代ね、侵略もそも鎖国してるんですよ、はい、そこに道開けと言ってきたのはアメリカだしイギリスだし、はい、ね、気がついたらその時代ね、日本以外世界中が欧米列強の植民地になってるわけですよ、うん、でそこから日本の明治維新が始まってるのにね、はい、なんで日本だけが裁かれなきゃならないのと、で普通に考えたらおかしいでしょ、はい、でおかしいんだけど、おかしいことがそういうふうに書き換えられてやってる、うん、ただ占領を終わらすためにはそれを飲まなきゃいけないというのがあったと。だから問題はね、そこは仕方ないとしても、占領が終わったら占領中にされてきたこともね、あの戦争が何で起こったのかということも、しっかり歴史をもう一度ね調べ直していかなあかんわけです、はい、そして我々の歴史を持たなきゃいけないんだけど、そうですね、今我々はそういうことすらされてません、はい、なんでかといったら教える側が大学の先生はじめ、みんなそういう日本人の正しい歴史をしている人がまずパージされました、うん、そう公職公職通用されたからね、だから教えるもんいない。私 GHQ の資料をね見ててね、面白いなと思ったのは、はい、大学がね赤くなりすぎて困ってるっていうのもね資料もあるんですよ。どの大学には共産党がねこれぐらいいるってね、選挙っていうのはすごくいいんですよ。なんでかっていうと、変なことやったら落ちるんですよやっぱり、はい、だけど大学の教員っていうのはですね、選挙じゃないから上にこびへつらってないと教員になれないんですよ、うん、その自分の師匠の学説を否定するようなことをしたらですね、はい、とんでもない大学に島流しにされるわけですよね、はい、私みたいにねだから、ね、これはもう本当にね、はい、構造的な問題で、はい、本当にねアカデミズムっていうのはいつも言ってるんですけどね、なんでアカデミズムかって言ったらですね、はい、これ赤が多いからアカデミズムなんですよ本当にそうなんですよこれ、これね本当に問題で、はい、今ね例えば虎ノ門ニュースご覧になってる方々、あるいはですねネットとかねいろんなことを言ってらっしゃる方々、それをねネット右翼だとか朝日新聞はじめとするオールドメディア叩いてますが、はい、実はね一番問題なのは大学教育でしてね、うん、大学の教員で自民党を支持するなんて言ったらですね、とんでもない人間だと、たかだか自民党ですよ別にね、はい、与党じゃないと、はいはい、それから先生が先ほどおっしゃったことで非常に重要だと思うのは、日本の天皇陛下って宗教と切っても切り離せない存在なんですよ、はい、だって皇室というのはですね万世一系というのが続いてますが、この万世一系が続いている根拠っていうのはどこにあるかって言ったらですね、古事記日本書紀にあってですね、天上無休の神勅とかね、はい、そういうものがあって、この日本というのはこの皇室がですね、このファミリーが知らすと言ってるわけですから、厳密な意味で政教分離っていうのを日本にですね本当に取り入れようとすると、宮中でやってる祭祀ね、はい、これは憲法違反じゃないのというようなね
馬鹿げた議論にもなりかねない、うん、そこに繋がりかねないことってことですよね。そうなんです、ね、だから例えばこれね、政局に一番激しいのはフランスなんですね、はい、なんでかって言ったらフランス革命っていうのはあまりねご存じない方多いんですけど、フランス革命は貴族と王様に対する革命だというふうに思ってらっしゃる方多いんですけど、そうじゃないんです。あそこの中でね、打倒の対象になってたのはそれプラス教会なんですよ、うん、だから教会が人民を搾取するということでフランス革命というのは起きてくるわけですね、はい、だから政教分離にやたらとね、フランスってうるさいでしょ。例えばスカーフ巻いてるなんかあのイスラムのね子が学校にスカーフ巻いてくるのこれいかんとか、そんなのどうでもいいじゃないというふうに思うけれども、あれはねフランス革命の伝統を引きずってるわけですね。でも必ずしもですね、政教分離っていうのを世界中の国で貫徹するっていうことは正しいことなのかっていうのも、はい、我々はね議論しなくちゃいけないというふうにね、うん、思います。伝統国家だったら当然ね、うん、価値の根本にね宗教観があんな当たり前の話なんだけどね、はい、で日本は今でもありますよ。だから、うん、日本の宗教というのは、まあ、神道ね、まあ、仏教ともあるけれども、神道というのは別にね誰に教えられたものでもないんですよ、はい、要するにご近所の例えば京都なんかやったら、まあ、山がありますけれどね、はい、全部そこは神様がご神体としておられる山がたくさんあって、うん、まあ、朝そちらに手合わせて拝むということも含めてね、はい、要するに自然崇拝とセットなんですよね。だから日本の国そのものをですね我々は神と思い、そしてその皇室の方々というのはその中の一番の最高の位の祭司さんであると、はい、だからそんな教義が別にあるわけでもないんですよ、うん、ただありがたいなと思って頭下げてるだけの、はい、そういうね非常に緩やかなことなんですが、うん、まあね、生稲氏、安喜な参拝、報道訂正というところで、まあね、本当にあの外交問題にも多大な影響を与える報道になってしまっていますので、与えたかったんだよね、はい、与えたかった報道ということですよね。だからここは本当にあのしっかりとファクトチェックを SNS にどう規制するんだという前に、ご自身がオールドメディア自身がどうしていくべきなのかをまず考えるべきなのではないかなというふうにも思います。共同通信でここにいるわけ、はい、共同通信会館ですからね、ここ今上に向かってボーンみたいな感じですけどね、はい。